確かに焼肉の時に野菜は何が好き？ピーマン、うん、山根さんは？俺カルビかな。いや、ちょ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 会話が成り立ってるんですか？真面目でしょ。あ、そうですかってスルーすればいいのにさ。タイブレイクってね、どうかもみんなダブルスチールよな、とりあえず初級ダブルスチール、意表つきまくる。それで、あの DVD ボックスでももう出て出て箱だけみたいなね箱だけ、ちょっとね、使ってて高橋君はお兄ちゃんが持ってきたサスをこうやってたんですよ。硬くて硬くて全然動かない。 8.31 にかけるわけよちょっとした拷問みたいじゃん、あれ。電子レンジでできるって知らないんじゃないかな。そんなことないラーメンみたいですよ、そんなことない。ドキュみたいですね。お相手の昭和46年生まれ52歳高橋豊です。64歳になりました。昭和34年生まれ、おめでとうございます、はいはい。山根幸男です。こんにちは。もうね、あの2日前になんかさ、夏休みの宿題とりあえず登校日に出せとかって今そういうシステムなんでしょ。ちょっと早い、1週間ぐらい早いですね。いやだね、そんなのは。でもその1週間前にちゃんと出せば最後の1週間は本当は遊べるんですよ。いや 8.31 にかけるわけよそうね、ギリギリまでっていう、はい、もうブルース・ウィンスみたいな感じですね。そっか。さあ、テーマ参りましょう。昭和の買ったけど思ったほど役に立たなかったもの。ナンプラーか。ナンプラーって何？え、買ったけどかけなくなったって。いや、1回だけ使ったけど全然使わない調味料とか日頃使わないようなもの、なんか料理番組とかなんか見て買うけどさ、あるね、特に、ね、なんか中華系だとかね、うん、その甜麺醤、そうそうそう、甜麺醤そうそうそう、はい、言いたくなる調味料、甜麺醤、甜麺醤。還暦紳士さん、下松の方でございます。昭和30年生まれ67歳。昭和60年頃30歳になった頃ぐらいですかね、体重がどんどん増えてきて何とかしなければと考え、買ったのが一人用のサウナでした。分かった。ちょっとした拷問みたいじゃん、あれ。箱のやつね、箱みたいなやつ。縦横高さがそれぞれ1メートルぐらいで、椅子に座って顔だけ出すという小型で家の中で使える電気式のサウナでした。ビニール製、うん、組み立て式でリビングで組み立ててみて電気をつないで使ってみましたが、思っていたほど温度が上がらず体重を減らせるほどの効果はなく、一度使っただけでその後は全く使いませんでした。楽して体重を減らせると思って買ったんですが、思ったほど役に立たなかったんですっていう。これ僕も見たことあります、そのやっぱりそういう雑誌とかの裏のやつで。で、一人用サウナと、もう一個サウナ用スーツっていうのもよく売れたみたいな。サウナスーツね、サウナスーツ、うん、でもさ、これ、うん、もったいないの一回しか使わなかったっていうのは、はい、シューマイかなんか入れてさどうだもん、もうだって、だって体もむせなかったんよ。だからもう今回次は自分も一応入るけど効果ないかもしれないけど、シューマイも持って入るわけよ中に。わかる？なんで温泉饅頭な。いや、蒸し器だよ。蒸し器、蒸し器。うちね、割と使うんすよ、うん、あのなんつうの、それこそシューマイとかさ。あ、本当にあのレンジじゃないの？うん、あの下になんかレタスかなんか引いてさ、わかるでしょ？ちゃんとその蒸気出してね。うん、え、すごいですね。電子レンジでできるって知らないんじゃないかな。いや、そんなことないはい、こちらラジオネーム宇部に嫁いだ陽子さん、55歳の方からいただきました、うん、昭和の買ったけど思ったほど役に立たなかったものは、高校生の時にお小遣いを貯めて買ったタイプライターです。洋画を見て憧れて買って、教科書の英語をタイピングしてみましたが、書いた方が早くてほとんど使わなくなりました。そのうちワープロが出てきてワープロを使うようになりました。はあ、でタイプライターは、オリベッティってメーカーのやつが有名でね、タイプライターって。だでもルパン三世ですね。で、あのなんか、あのガチャガチャって一回こうリセットするじゃん、ガラガラガラっていうね、寄せるのね、紙をね、うんうん、あれがかっこいい、ね、使ったことないの？ない。中央大学はだからちょっと待って、あのねこの番組で僕がどこの大学かっていうのは結構広まったんですよ。
いいじゃない別に。いやまあいいんだけど。森下とか今一緒タイガースの森下。あ中大中大ですよ。中大出身ですね。沢村も阿部も中大ですけども。中央大学ってやっぱり中大って言われるの。はい、中大です。はい、ラーメンみたいですね。おそらくね中京大学も中大って言われてるんだと思うんですけど、まあ、エリアではね。あ、はい、あそうか中大で、じゃあのタイプライター僕はタイプライターを使わないと使わないとっていう頃にはもうワープロ出てましたから。そうか。はい、ワードプロセッサーってでも持ってる今も。いよいよもう書院は 手放しましたよ。あパソコンが出てからね。まだでもそういった、いや使ってる方はいらっしゃいますよ。で、ちゃんとそれね、ワープロをね専門店があるよね。そう丁寧にじゃ直してくれるところもありますし、リボンとかも作ってね、はい、感熱して見た時に熱いかなとか思うだからもうこの方はもう字をそのままファックスも感熱し熱、ね、だったじゃない、あれってね、あれだんだん消えてくんです、あの年月とか、あれ例えばファックスでさなんか好きな子からなんかいろいろ抱えられても、はい、消えていくんだよな、消えていく人生そういうもんなんだよ。それでさ、それで深いね、萩市のヤスさんからいただきました、昭和35年生まれの方でございます。昭和の買ったけど思ったほど役に立たなかったもの、中学に入って最初のテスト英語が27点を取ってしまいました。他の科目は可もなく不可もなくだったんですが、ということで買ったのが参考書でも、買ったら買ったで満足するタイプなんで積んどく状態になってしまい、役に立たなかったというか役に立たすことができなかったっていうタイプですね。はい、赤点より上をキープしていた状況ですっていう。あのね、俺とかね、はい、参考書をね、はい、まあ、借りたりとか、はい、兄貴が使ってたやつとか見るけど、参考書が理解できてるな。参考書が何書いてるかが分からない。分からない。参考書のどこを見ていいかが分からない。ドリフみたいですね。